ロードハウ島の旗、ロードハウ島の風景ロードハウ島は、オーストラリア領で本土から東に6 0 0トル離れたところにある、小さな島である。タスマン海の中にあり、ニューサウスウェールズ州に属する。なお、島のほとんどは、ロードハウ島海洋公園として保護されている。ロードハウ島は、三日月型の形をした、全長約1 0トル 幅約 1.5km の島で、約6,900万年前の縦状火山が、海水に侵食されてできたものである。三日月の湾の内側では、珊瑚礁や干潟がこの湾に守られる形で存在している。海域に存在するロードハウ海底三脈は珊瑚に覆われた平潮海山で、オーストラリアプレートの活動によりできたものとされており、1000km も北に続いている。 玄武岩でできたリッジバード山とガウアー山が島の南部に位置しているが、これはもともと火山のカルデラを形成していた溶岩が冷え固まったものである。これらの溶岩は6400年前のこの火山最後の火山活動で生まれたもので、最終的にはこの島の現在の形を形成したと見られている。亜熱帯で海洋性の気候である。1年を通して温暖で降水がある。 冬にあたる6から8月は気温が少し下がり雨も多くなる。ロードハウトはロードハウトアネッタイウリンとしても知られ、陸上動物の生態に際立った特徴が認められており、また、本土オーストラリアを含めニューギニア、ニューカレドニアと生物学的な類似性を見出すことができることもあり、生物地理区であるオーストラリア区の一部とされている。ロードハウトは 大陸とつながったことがないため、その動植物省はすべて、海を越えて渡ってきた種を祖先としている。島の植物の半分以上は、島固有の種である。固有の植物には、例えば、ヤシカのハイディースケプカンターベリアナやケンチャヤシといったものがある。島には哺乳類はもともとコウモリ一種しか生息していなかったが、ネズミやイノシシなどが移入された。 ロードハウクイナなどの固有種を含め100種を超える鳥類が生息している。他に島には、キバラモズヒタキのロードハウトウアシュ、ハイムネメジロのロードハウトウアシュ、フエガラスのロードハウトウアシュなどの固有アシュの鳥類が生息している。絶滅した固有種としてロードハウセンニョムシクイ、ロードハウメジロ、ロードハウセイケイ、固有アシュとして、 赤目カ,カラスバトのロードハウトオアシュ、アオハシインコのロードハウトオアシュなどがいる。昆虫にはロードハウナナフシなどの固有種がいたが、ネズミなどに捕食されて数を減らした。ロードハウナナフシは島からいなくなり絶滅したと思われていたが、2001年に近くにある小島ボールズピラミッドにごくわずか生息しているのが発見された。島では 約10%の森が農業用地に転用され、面積を減らし、20%の森は野生化した牛、羊、ヤギ、イノシシなどによって荒らされた。このため、島では入植者に持ち込まれた生物を減らす努力が続けられている。特にヤギはすべて除かれ、イノシシの数は減った。ネズミや入植者に持ち込まれた植物に関しては、引き続き減らす努力が続いている。 ロードハウ島は1788年2月、リッジバード・ボール大佐の命を受けノーフォーク島の開拓に向かっていた海軍により発見され、フランス軍との戦いで功労のあったリチャード・ハウの名前を取ってその名称が付けられた。1833年以降から入植が開始された。1878年から、ココヤシが植え始められ、 観光産業と並び島の重要な産業となった。1982年周辺の島々と共に、ロードハウト群としてユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。